生きてる合図なんですよ。なので心電図だけでは生きてる合図とは言えないってことですね。はい、バイタルサインは生きてる合図なんです。で、今日やるのはですね、この生きてるかどうかを見る、判断するためではありません。最初覚えてますが、今日のこのタイトル何でした？看護ケア向上のためのバイタルサインなんです。つまりバイタルサインっていうのはですね、我々が使ってるバイタルサインっていうのは生きてるかどうかを判断するためにあるわけではありません、ね、それだけを使っているわけではないということですね。はい、じゃあ何やってるか、ね、看護ケア。看護ケアで必要なのは何ですか？生きてるの分かってるわけじゃないですか。入院されてる方も外来に、ね、来られる方も、もうその生きてるのは分かってると。ね、まあ、意識不明で来られる方はまた別ですよ。でも基本的には生きてるね、入院されてる方は生きてるの分かってるよっていうことじゃないですか。ね、看護ケアは、この、もうすでに生きてる人たちを対象としてるわけですね。なので、生きてる合図、生きてるかどうかを見分けるためのバイタルサインではないってことなんです。じゃあ、何のためのバイタルサインなんですか？看護ケアで使うために。ね、何のためにバイタルサインを使うんでしょうか？衝撃を受けました。最後は感動で終わる講義をありがとうございますと、称賛されたセミナーで、看護ケア向上に役立ちます。こちらのセミナーが、書籍になりました。Amazon で購入することができます。この書籍にはセミナー動画がついており、こちらの QR コードから読み取り、何回でもご視聴いただけます。ここからお得情報です。谷口創始ホームページから書籍価格の 30% オフでこのセミナー動画をご視聴いただけます。詳細は説明欄をお読みください。最後すごいいただいてありがとうございます。なんか変の根拠を持って観察したいです。はい、ありがとうございます。はい、なんとなくおかしいって感覚からバイタルサインがつながって視点が変わりましたということで、はい、バイタルサイン何回も言うんです。生きてる合図なんですよ。看護ケア向上のためのバイタルサイン、これも言ってしまうとこれなんです。病状増悪の兆候を見ましょうと、この兆候を見抜けなければいけないんです。それが出るのがバイタルサインなんです。だからこれをヤバイタルサイン、これね、本当に使われてる言葉ですからね。病状増悪の兆候を見つけなきゃいけないんですよ、バイタルサインで。もうちょっとしたらショックになりますよ、今その前段階ですっていうのはですね、バイタルサインに出るってことなんです。ここを見抜く、これがですね、看護ケア向上のためのバイタルサイン。上司に報告に行ったわけですよ。急変があって、谷口、急変はないっていうこと。そういう言葉で片付けるの、お前がこの急変の兆候を見つけられなかっただけだ。それがね、今でも心に突き刺さってるんです。だからです、このセミナーにつながってるんです。心理っていうのはですね、シンプルにできてるんですよ。呼吸と循環しかしてません、ね、収縮と拡張しかしてません。だからこの心理に近づいて、これが学べば学ぶほどシンプルになるということなんですね。こうやって今まではですね、みんな難しい方難しい方に行ったんですけども、縦の人たちは違います。シンプルにシンプルに。なのでこういうことをやってる人いらっしゃると思います。これをですね、新世界と表現しました。新年新世界セミナー、谷口創始です。バイタルサインっていうのは血圧、脈拍、呼吸、体温なんだと。はい、血圧っていうのはエネルギーである。それはですね、量と抵抗でできてるんだよ、この2つだけなんだよということなんです。直の定義はですね、この2つのどちらかの破綻なんですよ。つまりこれどういうことかっていうとですね、もうカテクラミンリリースがされてる時はですね、アクセル全開なんですよ、ね、アクセル全開でやっと今の血圧だったり脈拍を維持してるわけですね。循環を維持してるところなので、一つでも狂うとですね、ショックにいきます。バランスでこう保たれてたのが、もうアクセル全開になって全開になってっていうのがカテクラミンリリースなんです。この状態がこのプレショックってなり、そしてこれをヤバイタルと呼んでいます。脈拍、血圧、体温、そして霊感を伴うのに言ったら、もうショック寸前です。はい、地球というね、この循環の中に我々は生きていると。これで言うと呼吸は1分間に18回です。じゃあそれを倍にするとどうなりますかっていうとですね、はい、36になりますね。36は体温なんですよ。我々はずっとつながりの中で生きているということなんですね。こうやって覚えるとすごく楽じゃないですか。18でもずっと倍ですよ。これが正常値ということになっていきます。お弁当を作りながら見ています。ワクワクしすぎてますありがとうございます。はい、そういうのができるのもですね、このオンラインの良さですね。